皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。虎親分の声明をご紹介します。2023年2月9日、ICYMI。まだ見ていなかったら見てくださいね。虎親分は、医療費を削減しながら、メディケアと社会保障を保護したいと考えています。フロリダ州の虎親分の邸宅発信。梅田が今日フロリダを訪れ、 医療費、メディケア、社会保障について話したとき、アメリカ人は彼の政権には国の将来を危険にさらす直接の責任があることを思い出しました。国庫と国境世界中からの移民に解放することで連邦予算を吹き飛ばし、左翼の狂気に何兆ドルも浪費した梅田の制御不能な支出を止めなければなりません。この痛みは、 勤勉なアメリカ人ではなく、ワシントンの官僚が負担すべきです。虎親分は数週間前に制作ビデオを公開し、共和党員は梅田の無謀な出費の支払いを支援するために、メディケアや社会保障から一銭とも削減することに投票してはならないと述べました。虎親分の制作ビデオをこちらで見てください。そして、ビデオへのリンクが貼ってあります。こちらはランブルです。 URL を貼っておきます。どうぞご覧になられてみてください。このビデオの要約が出てますので、こちらを朗読したいと思います。タイトルは、メディケアと社会保障を守らなければならないというものです。虎親分は議会の共和党員に対し、次のような不必要なプログラムへの無謀な支出を削減するよう呼びかけました。 一つ、何十億もの納税者のドルが外国を腐敗させています。一つ、私たちの社会的セーフティーネットを枯渇させる不法外国人の大量解放。一つ、私たちの軍隊における左翼のジェンダープログラム。一つ、何十億ドルもが気候過激主義やその他のあらゆる形態の無駄や詐欺に費やされました。梅田は一般教書演説で恥知らずにも 高齢者のインスリンの自己負担費を大幅に引き下げて、自己負担額を月額35ドルに制限した虎親分の成功を賞賛しようとしました。一つ、NPR、インスリンコストを削減するための新しいオプションは、虎政権がインスリンメーカー及び大手保険会社と合意した結果です。虎親分はローズガーデンでの演説で、 これは高齢者にとって重要な日だと述べ、医療問題をめぐって梅田を直接批判する機会を得ました。保険会社、製造業者、その他重要なプレイヤーなど、すべての関係者を参加させ、高齢者のために安定した大幅に低い自己負担額でインスリンを提供することに合意しました。高齢者が覚えていることを願っています。 なぜなら梅田が私たちを窮地に陥れたからであり、彼らは自分たちが何をしているのかを知らなかったからです。と虎親屋文は言いました。以上です。チャンネル登録や通知設定もどうぞよろしくお願いいたします。それではまたありがとうございました。